キャナール・ボイゼン、ボワザンタイプ C27 ボワザン航空機は、フランスの初期の航空機メーカーである。1906年に、シャルル・ボワザンとガブリエル・ボワザンの兄弟によって、設立された。後に、自動車メーカーボワザンとして、自動車を製造。しかし、1939年に、自動車業界から撤退し、短命に終わる。ガブリエル・ボワザンがパリ近くのビランコートに、 ボアザン兄弟飛行機会社として設立。最初の商業民間航空機メーカーと言える。はじめはブレリオ式の牽引式の単葉機を製作したが、成功策とはならなかった。1907年にレオンドラグランジュのために推進式のドラグランジュナンバー1を製作し、推進式の形式がボアゾン機の特徴となった。続くドラグランジュナンバーにはヨーロッパ製の航空機として、 初めて1キロメートル以上を飛行した機体となった。レオンドラ・グランジュの他にアンリ・ファルマンもボアザン機で初期の記録飛行を行った。1910年に飛行艇キャナール・ボイゼーを開発し成功作となり、1912年までに80機ほどが製作された。1912年にシャルル・ボアザンは交通事故で死亡した。1912年のフランス海軍のために、 タイプ L が開発され、70機ほどが製造され、ロシアでも少数が製造された。後継機のタイプ LA は、第一次世界大戦の勃発により多数が製造された。さらに改良されて、タイプ LB、タイプ LBS が製造された。1916年に大型化されたタイプ LC は、失敗作となり100機ほどの生産にとどまった。第一次世界大戦の勃発後、 フランスでは航空工業の生産力を増や1918年までに機体を製造するボイゼン、ラフレスネ社やエンジンを製造するボイゼン・ルフェーブル社が作られた。ボアザン7に続いて作られたボアザン8は1916年から1917年の間のフランス陸軍の主要な夜間爆撃機となり大量に生産された。ボアザン9は偵察機としては サルムソン2やブレゲ14に性能が劣り、ボアザン8により信頼性の高いエンジンとした、ボアザン X は登場が遅れたが、終戦までに900機が製造された。最後の設計のボアザン12は終戦により生産されなかった。1918年になって、ガブリエル・ボアザンは自動車工業に興味を持ち、航空事業から撤退した。ありがとうございます。